あの運命的な出会いを果たしたんですけど。誰と。お、彼。ありがとう。あ、僕あります。はい、早いですね。はい。入りが。昨日、昨日感じたんですよ。昨日運命感じたんですけど。なんか、あの、旅行に行きたいなと思って。 最近行けるかは置いといて行きたいなって気持ちあってどこっとねタイに行きたいなごい楽しそうだなと思ってずっと思ってたので調べたことはなくてただなんとなくタイに行きたいなってだけだったんですけど昨日なんかのメールでメールマガジンみたいなのあるじゃないですかよく送られてくる。タイはいかかがですって来たんですよ。バレてててるの気持ちが調べないです一回も タイはいかがですか、来て、本当に行こうかなと思います。それは運命だと。運命ですよね。運命だと思う。はい。はい、行ってきます。え、この中でタイ行ったことある人。はい。はい。え、おとしだけ。俺もね、俺もね、俺もです。うん。あ、あます。え、あれも。面白いですか、やっぱり。楽しいですよ。楽しい。楽しい。ご飯、美味しい。あ、確かに、ご飯めちゃくちゃ美味しいですね。美味しい。おすすめスポットとかは。何かありますか。プーケット。プーケット。 よく聞くわ。めっちゃあのゾウに乗れます。あとゾウ乗れんだ。あ、そうだゾウ乗れ気持ちいいです。気持ちいいんだ。ゾウ乗ると高い高い。高い。風とかも感じる。いいな行ってみたい。じゃあ山中さんタイに行った時にはゾウに乗った写真を楽しみにみんなねしてますね。ぜひ。それで言うと僕も一個あって。それで言うとそれないみんあの運命的な。 出会いを果たしたんですけど。え誰と。彼。彼。<laughs> 食べるほどの。あれじゃなかったですけど。彼なんですけど、あの、わからないです。ここにいる方、ちょっと、あの、周知の、あの、ご存知の方もいるかもしれないんですけど。あの、実はなんですけど、あの、重太郎がミルクとしてデビューする前に。あの、出会ってたことがありまして。僕も会えないになる前に出会ってたことがありまして。で。 僕がダンスを重太郎に教えてたっていう先生とそう、先生と生徒としてみたいな関係だったんですけど今回、なんと親友として共演することになってこれはちょっと運命的な再会を果たしたなって思いまパチパチですよね、これパチパチですよね、パチパチだしなんかみんなまるで赤い糸でつながってるみたいなね、本当に嬉しかったですね。 この親友同士を演じた、ね、相手の率直な気持ち。っていうのを、ぜひそれぞれ伝え合っていただきたい。そうですよ。はい。向き合っていただいて。ちゃんとお互いの目見る。僕から。木村さんからです。もう、ちょっと簡潔に伝えたいなと思って。もう感謝を伝えたいんですけど。あの、重太郎には。えっと、僕の。変なところまで。 受け入れて仲良くしてくれてありがとう。<laughs> <laughs> はいっていうのもちょっとなんか説明していいですかいいですもちろんあの変なところがあるんですけどなんかそこさえもすごい笑ってくれたり、うん、いじってくれたりして、うん、あの本当にそれがなかったら本当にや,や,やばいやつみたいにちょっとだけなっちゃうので <laughs> なんかそういうところをたくさん受け入れてくれるので。 本当に嬉しくて、ありがとう <laughs> ありりががととううございますいやでもそれも雅也君の魅力だと思うんですよ僕は。いやなんかすごくあんまり確かに人間としてあの <laughs> 少ないタイプだと思いますいす不思議な雰囲気を持ってるしでも本当に嫌なところとか一個も見つかったことなくて僕は。<laughs> マジいや本当に本当当にに何かあの、柔らかくていつもニコニコしててもう。 僕の何倍も忙しいのにいつも笑顔で朝おはようって言ってくれてそういうのがすごく会うと元気出るしあのいろんなね連絡を取り合ったりしてちょこちょこあのいろいろ相談乗ってくれたりだとかいつもお世話になってますまた何かあの次の作品でも共演したいしなんか音楽もなんか一緒にできたらいいなって思ってますありがとうございますありがとう嬉しい。<laughs> テレビさんたちに手振ってますよ。